はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、じゃあ続けていきます。まだだよ。おー、びっくりした。眩しい。おはよう、ブリード。ルコ、ブリードの様子に異常はなかった？はい、大丈夫だと思います。ちょっと待って。思いますって？なるほどね。同じベッドでルコと寝たの？フリードはねんねじゃからな。ま、お子ちゃまだから仕方ないわよ。実際子供なんだもの、諦めなさい。まあまあ、皆さん落ち着いて。さて、子供の喧嘩は放っておいて会議を始めるわよ。議題は異界のゲートを閉じる方法ですね。ええ、アクティム方面を定点観測した結果、現在異界のゲートの拡張は一時的に停止している模様です。夢世界をさまよった影響で魔人の力が弱まったためと思われます。私の血もざわざわした感じが収まっているわ。封印はできなかったけど頑張った甲斐があったよね。とはいえ、このまま放置すればアクティムは確実に異界に飲まれちゃいます。そんなの絶対にダメよ。まだアクティムには国民たちが残って生活してるんだから。それはなしだよ。フリードがいなくなるの嫌に嫌だもん。だからってそんな。ライブラならいるわ、ここにね。ちょっと待って、ジーナ、あなたはライブラの力は使えないって。目覚めて間もない時は全ての能力が著しく低下している状態だったからよ。でも今は随分力も戻ってきた。それなら。ただし、それには必要なものが一つある。原初の封印書が。500年前魔人たちとの対戦の時、私が使っていたライブラの書よ。ええ、あれなら私の衰えた封印術を補って余りある力を秘めている。それに魔人の方も全盛期の力は残ってないしね。だけど分かってる、魔人を封印するということはフリードの闇落ちが解けるということ。どちらにしてもお前がこの世界から消える結末に変わりはない。やっと。犠牲になることが正しい道だと。そんなのってないわよ。ここまで来れたのはフリードがいてくれたからなのに。万事解決という時に王さたるお主がおらぬのでは閉まらぬぞ。ないわけないでしょ。会いたいよ。みんな会いたいに決まってる。今のあんたは私らにとって他の誰かと天秤にかけるような存在じゃなくなっちゃってるんだわ。フリード、今の討伐隊に君を犠牲にする決断はできない。
ある場所に固く封印してある。とても危険な場所にね。待ちなさい、ブリード。その通り、500年前、地上にあふれていた魔物は現代の魔物より凶暴な古代種。当時の封印術は英法を確立したばかりの未熟な技術だった。その全てを封印し、それを維持し続けるには無理があった。だから私は原初の封印書をブリューネワースの町と共に湖水の底に沈めた。その水を抜いたということは、古代種の魔物が封印書から溢れ出てくる。まさかあなた行くつもり？そういう問題ではないぞ。原初の封印書が手に入れば魔人は封印、お前は消滅してしまうのだから。本当にそれでいいの？はい、というわけで新たなフィールドが追加されました。これロボ都市グリューネワースでございます。ちょっとカメラの位置直して、と多分オープニングがあると思うのでオープニングまで見ちゃおうかな。なんかあるかな。こんな感じです。魔法都市グリューネワース。かつて権勢を誇った魔法都市グリューネワース。この町が元の姿を見せるのは500年ぶりよ。随分と変わった雰囲気の町なのね。大通りには書物や武具を売る店が軒を連ねて、いつもどこかで魔術論議が起こっていた。今はそのにぎわいの名残もないけど。住人は皆さん移住しましたが、置き忘れた貴重なアイテムがあちこちに残っているはずです。古代史に有効な装備品もあります。できるだけ回収しておきましょう。というわけでございます。こんな感じでね。よし、ここで切ろうかね。ちょっと長くやっちまった。まあでももうちょっと続けられるね。次がまさかここからか。なんだろう、なんか始まんのかな。あ、これだ。部屋でやるよ、部屋でこんなところで。姫は少し考え事をしてたのよね。えアリシア、あなたにとって強いとはどういうこと？みんなを守れるようになることかな。でも姫は守れなかったわ。ドムレアの人々、そして今回だってどうなるか。アリシアには不安はないの？そりゃあるよ、不安だらけだよ。だから
け伏せだってそうだよ。不安だけど、いざという時にみんなのフリードの役に立てないのは二度と嫌だからね。そうね、アリシアの言う通りだわ。姫は今まで何をいじいじ悩んでいたのかしら。姫は姫よ。自分は今できることを精一杯やる。不安なんてあって当たり前。でも不安に押しつぶされて何もしないなんて、そんなのは姫じゃない。エルトリッシャー・ビトールド・リッツエヴァンの長そんな名前だったんだ。アリシアの最大 TP がプラス25増加しました。なかなかのイベントでしたね。ね、もう不安ですよ、本当にね、本当に。ダンジョントラベラーいつ買ったと思ってんだよ、本当に。まだクリア動画で上げてないっていうね、本当に。申し訳ないね、本当に。じゃあ、不安でいっぱいですけど、終わらせましょう、ちゃんと。ね。すごいですよね、もうこんなね。年末に撮ってますからね、これね。クリアはね、もうね、10月ぐらいにクリアして本当はね。で、しかもね、聞いたことない名前のね、ダンジョンやってますからね、今はね。いやいやいや、全く。申し訳ない。なんか U2 のイベントがありそうです。ちょっと歩けば出てくるかな。どうも、お前じゃない。お前じゃない。お前じゃない。ああ、よかった。飛ばされちゃったかと思ったよ、本当に。アクティムの人たち、元気に暮らしてるかな。でもきっと、みんな不安でいっぱいだよね。そりゃね。ユーニ、やっぱり放っておけない。ごめん、フリード。ユーニはアクティムに行きたい。だって、みんなが大変な思いをしてるんだよ。ユーニも何かしなくっちゃ。それはそうだけど、でもユーニは歌いたいよ。苦しい時は優しい歌、心が折れそうな時は励ましの歌、みんなを癒す歌を歌いたい。アクティムにはたくさんユーニの歌を待ってる人がいるのに、それを放っておくなんてできないよ。なんかここ最近こういうボーナスポイントが増えるような、そういうイベントがちょっと出てきてますね。スキルポイントが増えるのは結構大きかったりするね。ただね、ユーニの歌がね必要だって言いたいところですけど、残念ながらレギュラーじゃないというね。ボス戦ではほとんどユーニは外されております。はい、次。これは何のイベントだ。あ、なるほどね。ちょっと説明としてちょっと入れたかったのかな。なんかね、こういう風にね、 4つほどね、鎖がね垂れ下がってて、これを引っ張ると、そうすると何かが動くとね。まず これだけ広いんですが、ちょっとね広すぎるんですね。まあもうラストだからね、もうね、ラス前だからね、ラス前ダンジョンなんで、これね、ね、このようにね、めちゃめちゃ広いんですよね。もう一個降りようか。ほら、左右こう対照的にこうあるんですね。まったく複雑に作ったもんですよ。これは結構長かったな。はい、じゃあ次。はい、またイベントです。各キャラごとに一個ずつ出てくるのかな、これからはね。はい、今度だこれ。
ヒールってこういうのも直してくれんの？外傷だけじゃないのね。体調管理も直してくれるんだったらいいっすね。フリード？フリード？目が覚めた？やっぱり少し熱が出てたみたい。治療したからもう平気なはずだよ。よかった。気にしないで、フリードが元気ならそれでいいの。大きいフリードもロカ時代によくこうやって熱を出してたの。いつもは冷静なのに、魔物のことになると自分の体調なんてお構いなしでのめり込んじゃうから。そこがフリードのいいところだもん。ストップをかけるのは私の役目だから、ずっとそばにいさせてね。フリードの元気になった顔を見てると私まで元気になっちゃった。さあ行こう。はい、今度はメルビーの HP と TP が前回ちょっとね、これはねやっててね、え、それだけっていうちょっとね思いましたね。これはね、なんかもうちょっと違うのを増えてほしかったなーっていうね。ただちょっと年末ね、私はね、休むほどじゃない風邪をひいてしまってね、俺にもヒールかけてほしかったな。本当にもう参っちゃったよ。はい、これはメインストーリーかな。いきますぜ。はい、メインです。街の作りが侵入者を拒んでいるというか、何か違和感があるの。昔の町とは建物の配置が大きく変わっているのよ。そうなの？そりゃそうでしょう。町の作りがこんなのだったら買い物に行くだけで一苦労じゃない。メイドとしてはたまったもんじゃないわよ。どに行くの買い物。そういう言葉はメイドらしい仕事をしてから言いなさい。ならどうしてこんな迷路みたいになってるの？それは不測の事態に備えるため。不測の事態？仮に魔物が這い出てきたとしても、すぐには地上に出られないよう町の形を作り変えたということなのでしょうか？その通りよ。おい、わざわざ町の形を作り変えちゃったんだ。すごいね。まあそれだけヤバい魔物が原初の封印書には収められているということじゃな。そんな場所の上で今まで寝泊まりしてたと思うと背筋が寒くなるわね。ちょっと待ってよフリード。迷子にならないように注意して進みましょう。というわけでしたね。本当複雑すぎるよここ。大変だったんだから、もう、本当に。通勤ゲームなんでね。ウィキ見ながらできねえからさ。ズーン。というわけでね。中ボス戦と行きたいと思います。はい、相手は、こんな感じ。アイアンメイデン。これやって終わりかな、今回はね。どんなんだったっけ？もうすっかり忘れちゃったな。まあ、普通にやるか。何をするんだっけ？なんか聞くやつあるんだっけ？立ち向かうよ。あ、やべ、しまった。もうここら辺も全部覚えてない。いいのかな、このまま普通に戦ってて。
今とだいぶこう魔法の、あ、魔法じゃない、スキルの位置が違うからね、やりにくいんだよね。そうか、まだこの時はあれだ、レベルリセットしてないからね、ちょっと、やり方が、わちゃちゃちゃ。ここら辺もカバーパリー忘れてるんだよね。ね、まあ、結局このメンズ、ここのメルビーがイリーナになったりする時もあるんだけど、基本的にこれがね、レギュラーメンバーなんで、前回みたいにね、ちょっとね、ユウにはレギュラーにはなれなかった。残念。リサイクルなかなか出なかったね、今。どれくらい減る ?230 か。まあまあ、いいか。もうやることなくなったかな、こっち。盗めない。今みたいな技があるのか、ちょっと完全に忘れちゃってっからな、どんな出来だったんだっけかな。結構減ったな。あ、やべ、カバーじゃなかった、パリーだったよ。こういうミスよくある。サンバじゃねえんじゃねえか。また選択ミス。はいよー。あ、やべ、一撃。あ、しかもこっちが先になっちゃった。まずい。終わって。あー、やっと終わった。長かった、長かった。これはちょっと。中盤、はしょりましょう。ちょっと長すぎますね。はーい、勝ったよー。はいよー。僕ちゃん、見かけによらず強いんだね。あたし、驚いちゃった。あ、ちょっと待って。あたしね、本当は戦いたくなかったんだよ。仕方なく。そう、仕方なくだったんだ。え、そんな風に聞こえる？違う違う、命乞いじゃなく本当のことを言ってるだけだよ。この場所を通すなって命令されてたんだ。昔すぎて、僕ちゃん扱い。知らない。一度会ったきりで、それ以降は全く来ないし、ひどいよね。命令しといてほったらかしなんて。約束した後、すぐに水の底になったから、僕ちゃん一行が初めての訪問者だよ。初めてだったのか。何？雑魚敵とも戦ってないの？
もう封印していいか。はい、というわけでね、かわいそうな500年でしたね。はい、じゃあ次に何かがありそうにないので帰ろう。携帯非常口、イベント起きるだよ。よいしょ、よいしょ。ヤンメイデン、状態上の魔物を攻撃するとダメージがアップ。まああんまりね、使い勝手的にはあんまりなかったような気がするんだけど、使ってたかな俺。なんかあんまり記憶ねえな。ん、どこだ、ここか、これですね。寝てたんかい。こうしようか。攻撃アイアンクラッシュ、スカルクラッシュというもので、結局土属性の攻撃と物理攻撃しかないんでね。でディフェンスって言ったって攻撃されないからね、こいつはね。あんまりね、まああんまり使い勝手あんまりなかったかな、もしかしたら。僕ちゃん誰だっけ。おお、忘れたんかい。僕ちゃん誰だっけ。3つぐらいなかったっけ。どうだろう。はい、というわけで今回はこの中ボスアイアンメイデンまでお送りしました。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。